V 見て、KGB の、KGB、KGB かな。の建物を見ながらサンドイッチ屋へ行った。チキンサンド、サラダ、ジュース。あと地下鉄でベルト、あ、地下の商店でベルトを買った。またピザを食べて駅で時計買った。あのね、ルーブルを手にしたんだけど、了解した時にレシートもらうの忘れちゃってね、直後にくださいって言ったんだけど、もう後ろから列が来ていて、もうダメだったんだね。ウラジオストックの郵便局。ジュース飲んだ。時計買った。まあいいや、ジュース飲んで東京に電話をしたんだね。17時から23時41分までずっと駅で過ごした。ビール男。電車を待ってきた。デアフレンドって言ってね、なんかね、ビール男。なんでビール男って書いてあるのかな、わかんない。なんか変な人がね、話しかけてくるんだよね。ずっと駅にいると。少年みたいな感じで、なんかトレンチコートみたいな、下何も着てないのかな、みたいな人間が来てですね。まあ、ただ話しかけてくるだけなんですけどね。すごい列車だ。何がすごかったのかわかんないな。朝はね、ホテルの朝食を食べたので、パン、ハム、なんとかのサラダ、ソーセージ、揚げ物、サラダ、ソーセージ、ベーコン、フルーツ、サンドイッチ、ジュース、ピザ、ジュース、列車。残りのルーブルを使い果たしたんだね。だから時計とかね、ベルトとかいろいろ買ったんです。その日の滞在はモスクワに着いた日ですね。広いバスですね。スクールバスでしょうか。でも大人たちも乗ってるので普通の路線バスですね。車が走ってるところだけ雪がね、なくなっているというね。冬国のね、景色ですよね。これは、次の日の朝ですね。この日にモスクワに着くかな、ちょっとね、忘れちゃいましたが、着くかもしれません。あ、でもね、ちょっとわかんないな。もう一日あるかな。一緒に乗っていた日本人ですね。ちゃんと映っ、これ、日本人ですね。この人が映ってってことは、もうね、モスクワに着くかもしれませんね。出ますね。撮影許可は取っておりますよ。今から24年前、1996年ですね。二人の車。いやー、これね、一回過ぎちゃうとね、戻すのがね、まあいいや。これは一緒に乗っていた日本人ですね。ちゃんと映ってますね。撮影許可は取っておりますよ。今から24年前、1996年。これ、モスクワに着いて、モスクワの駅に着いたところですね。女性の車掌さんと男性の車掌さんが一車両、この一車両だけの車掌さんです。他の車両にはまた別の人がいます。これ、なんて書いてあるんですかね。モクスワ号って書いてあるんですよね。モスクワとウラジオストックを走るということで。これ、ロシアって書いて、なんだろう、ロシア。なんて書いてあるのかな、ロシア語って書いてあるのかな。
ですね、2人の 車掌さんが映っておりますね。ここはモスクワ駅でございます。早朝に着いたんですね。でですね、今のプラットフォームで、旅行会社が用意してくれた現地のねスタッフおばさんだったんですけどね、待ち合わせをしようとしてたんですけど、僕はプラットフォームにいてくださいって言われたからいたんですけどね、おばさんの方は駅の外で待っていてですね、すごい迷惑そうに近寄ってきましたね。で、この日の夜にベルリン行きの夜行列車にまた乗るわけですね。だから日中はモスクワにいるわけですけども、特にあのツアーに参加することもなくですね、でおばさんがですね赤の広場まで移動を付き合ってくれるわけですね。で最初はですね地下鉄で行きますか、それともタクシーに乗りますかって聞かれたわけですね。まあ英語かなんかで、僕はやっぱりね生活様式みたいな、なんつうんだろう、日常を感じたいからね、あじゃあ地下鉄で行きたいなって言ったわけですよ。ちょっとごめんなさい、今変な画面が出てました。そしたらですね、そう来るとは思わなかったわみたいな感じでですね、地下鉄は狭いのよ、不便よって言ってくわけよ。仕方がなくね、大荷物でしたからね、だからじゃあタクシーでいいよ、他にないんだけどなみたいな感じで、で赤の広場の近くのなんかホテルみたいなところで泊まっ降ろしてもらってですね、なんかそのホテルの朝食バイキングはタダで食べれるよみたいなことになって、でそこに行って、まあ英語もなんか喋れなくてね、まあ入っていたら用意されていたんで黙って食べて外に出るみたいな、お金、ね、請求されないかねちょっと心配ながら作って、それでねまたね一人でね赤の広場の方にもうその迎えて